はい、速稼塾の久保です。西アカラソンの山根さんから、オーストラリアのね、セナさんから新型コロナウイルスの見解っていうのを、まあ、紹介していただきました。いや、本当に嬉しいなと思うのは、速稼塾っていうのはですね、世界14カ国に、合計1000名以上の塾生さんがいらっしゃるんですよね。で、今回の新型コロナウイルスに関しましても、世界中からやっぱり情報をね、お寄せいただいて、世界中からその国の見解っていうのを話していただけるんで、私もですね、国内で限られた情報の中からまあ、お話しすることよりも、各国の言語とかね、各国の時代背景、そして考え方、習慣、そういったものから総合した情報をお届けできるのかなと思ってるんですよ。で、今回はオーストラリアから見た新型コロナウイルスへの、まあ、対策と現状ということだったんでね、本当に参考になるなと思いました。これからもね、速稼塾ってものはこうやって1人の100歩ではなくて100人の1歩で運営していきたいと思いますので、皆さんのご協力よろしくお願いします。で、本日ね、新しく速稼塾に入られた方も、まあ、こういうところですんでね、ぜひね、もう自分ご自身の思うように私に提案いただいたりとか、多くの方と関わっていただいて、ご自身のね、なんて言いますかね、速稼塾ワールドを作っていただければと思います。で、結果的にそれで自分の所得とか思考の蓄積とかっていうのがものすごく豊かになっていくと思いますんで、一緒にやっていきましょう。では失礼します。